3つのサークル。エアリースタジオのナシームです。この前ベリーダンスのショーを見に行ったんですけれども、その時に「あ、ナシームさんだ」とかって声かけてくださって「ひなす参考にしてYouTube 見てます」って、最近ね本当に声をかけられることが増えました。であれYouTube で見る方よりも実物の方がいいって言ってくれる方が多くって、YouTube どういう風に見えてんだかちょっと私も謎なんですけれども、私は結構素でやってるつもりなんですけれども違って見えるみたいです。お声掛けしていただいて本当に嬉しいです。もし私を見かけたら勇気を振り絞って話しかけてみてください。結構気さくです。ベリーダンスのショーを見に行ったりもします。見に行ったりもするんですけれども、今年の12月に私浜松で踊ることが決まりました。初浜松ですね。実はね地方遠征は今までしたことがなくて、ご縁がなかったんですけれどもね、2020年に大阪でね踊る予定があったんですけれども、コロナでなくなってしまったので、本当に初の地方遠征っていう感じになります。ロシアのエレナのショーに出させていただくんですけれども、すごいダンサーさんばっかりで、もう本当に今からねドキドキしてるんですけれども、楽しみでもありドキドキでもあるっていう感じですね。とご予約の方始まっておりますので、お近くの方、あとはエレナのファンの方、私もちゃっかり踊りますので、ぜひぜひこのショーをね見に来ていただきたいなと思います。このチャンネルはベリーダンスを始めた方、始めたい方、または経験者の方にもね最近すごくね見ていただいて、先生方にも「ナシムさんのやつ参考にしてます」とか言って言っていただけるんですけれども、いろんな方に見ていただけるような動画を配信しております。筋トレが苦手とかでも痩せたいみたいな、引き締めたいっていう方に特化したチャンネルとなっておりますので、チャンネル登録がまだの方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。高評価ボタンをね忘れずにお願いいたします。私のやる気がアップしますということで、今日は3つのねサークルをやっていきたいと思います。サークルは入門の2でサークルのやり方っていうのをね一回やっておりますので、ちょっとサークルの細かい動きはこちらの動画を見ていただいた方がいいと思いますので、短めにやっていきたいと思います。3つのサークル是非ね使い分けてみてください。ではレッスン開始いたします。はい、では4拍子マスムーディーサーキルでいきます。1234 1234どんどんたどんたどんどんたどんたですね。はい、では基本の姿勢ぐっと引き上げたら骨盤を床と平行にスライドしていきます。足は腰幅ですね。スライドします。今度は前と後ろにスライドしていきます。こちらも床と平行に。後ほど解説動画もありますのでご安心ください。横前横後ろ1234この4点をつなげていきます。はい、これがね通常のヒップサークルとなっております。前回やっておりますので、先ほども言いましたけれども、わからない方はねそちらを参考にするといいと思います。ではね、これからちょっとダメ慣れをやりますね。ダメ慣れはこのようにつま先が上がってしまう、またはアーミーのような動きになってしまう、骨盤が傾いているんですね。さあ、そして頭の中心が動いてしまっている、この3つはダメ慣れとなっておりますのでお気をつけください。頭のてっぺんは天井、そしてつま先は床にしっかりつけておいて、骨盤は床と平行です。はい、では2つ目ですね。ビッグヒップサークルはちょっと足を広げます。肩幅よりちょっと大きめぐらいですね。そして骨盤を思いっきり横に、今度は前と後ろですね。こう床と平行にとかはもう全然気にしないで、とにかく行き着くところまで大きく動かしてください。前と横と後ろと横ですね。4点、この4点をつなげていきます。1234ですね。さあ、このビッグヒップサークルはかかとは上がっても大丈夫なんですが、やはりつま先は上がりません。そして頭のてっぺんもやはりずっと上ですね。さあ、首を気をつけましょう。このように二重顎にならないように首はずっと長めにしておいてください。さあ、このようにね、こう手をつけたりするとダンスっぽくなってきます。反対回しも同じ数だけお願いします。で、この笑顔がいいでしょ笑顔でやると力が抜けます。はい、では次ね、では3個目、まずねアーミーをやってください。足はね閉じます。アーミーわからない人はね、前回のこちらのアーミー編をご覧ください。これアフリカンサークルはちょっとだけ足を開きます。膝は正面ですね。で、そのままアーミーをします。膝はちょっと緩んでる状態となっております。膝が外を向いたりするとちょっとかっこ悪いからダメで、正面を向かせてください。膝は正面を向きます。おへその位置が変わらないんですね。さあ、そしてさっきの普通のサークル、床と平行に動かしました。さあ、そしてビッグヒップサークルですね。とにかく大きく膝は伸ばしておいてください。で、3個目のアフリカンサークルですね。この3つ使い分けてやっていきましょう。さあ、これはビッグヒップサークル、アフリカンサークル、終わっちゃいました。はい、4分です。まずサークルは足は腰幅ですね。ここが床と平行になる。前と後ろも床と平行ですね。だからおへそが開いて、おへそが最後潰れる感じになってます。頭はてっぺんはずっと上で、つむじはずっと上ですね。はい、これが通常のヒップサークル。横を向いた時も骨盤がお尻の穴が後ろを向かないように床と平行です。この時つま先が上がったりしないように気をつけてください。膝はずっと伸ばした状態であります。2番目にビッグヒップサークルでやりました。今よりも足はちょっと大きめに開きます。足に骨盤を乗せちゃって構わないので、グッといきます。前もグッといきます。後ろはグーッと引いてお尻を向こう向きます。そして膝はしっかり伸ばしてください。で、この状態で前を回して後ろ行きます。かかとはね上がっても大丈夫ですけど、つま先が上がらないように気をつけます。そしてこの時に後ろはいいんですけれども、前の時にねこの顎が二重になる方が結構多いですから、顎がね肩をしっかり下げてビッグヒップサークルしても首が長い状態でいてほしいですね。これがビッグヒップサークルですね。そしてアフリカンサークルはアーミーのちょっと足が開いている状態、先生によって教え方が違ったりネーミングが違ったりしますけれども、私はこれがアフリカンサークルだと理解しておりますので、私のこれはやり方です。まず膝を緩めていただいて、膝は必ず正面でお願いします。そしてそこからアーミーの動きを入れます。この膝が外を向いてしまうとね、これとんでもない格好になってしまいますし、内股も全然、内股はね膝痛めますから股関節のね負担がかかりますので、しっかり足は正面。これがアフリカンサークルですね。なのでこの3つをねぜひ使い分けてみてください。いかがでしたでしょうか。サークルもねいろんな形があります。これは本当に基礎編なので、骨盤は床と平行にとか言ってますけれども、これが、もうちょっと、中級とか上級レベルになってくると、もっともっと滑らかに骨盤を傾けてやっていきます。なので今はとりあえず基礎編なので、ヒップサークルは床と平行にお願いいたします。一つ一つの動きをクリアにできるようになってから、そのもう一個上に上がって、ダンスらしい滑らかな動きになってくるような練習をしていきます。入門編でこの動きやってもらいたいっていうのがありましたら、ぜひコメント欄の方にお願いいたします。今まで1から16までやってきて、本当にもう基礎中の基礎の動きしかやってないんですけれども、これを使った、例えばコンビネーションですとか、これをもうちょっとレベルアップさせた動き。例えばサークルだったら移動するとか、いろいろできるので、なんかそういうのをやっていきたいなって思っております。はい。ということで、今日は入門の17、3種類のヒップサークルでした。では、来週もお楽しみに。皆様にお知らせがございます。明日10月22日日曜日、夜の10時30分から、ベリーダンスのドラマ、セクシー田中さんが日本テレビで始まります。これは原作を読んだんですが、とっても面白いです。そして、ベリーダンスの有名なね、数々の先生たちも、このドラマの作成に関わっているので、リアルなベリーダンサーの日常が垣間見れると思います。ぜひぜひご覧ください。